こんにちは、ミルキーブルーです。本日のお題、小室夫妻への SP12 月額1800万円。なんか小室夫妻についてる SP12 バリ税金かかってるみたいやね。月額1800万らしいよ。なんか複雑な気持ちなるわ。だってまあ結婚して2人とも一般人になったやん。で買い物行っても SP がつく、運転免許更新行っても SP がつく。税金よ。これがね、税金じゃないならね、そんな批判の声起きんちゃけども、税金なだけに YouTube、Twitter、Facebook、 いろんなとこでね、小室夫妻に批判の声が噴出してるっちゃんね。まあ、ミルキーブルを思うに、まあ小室眞子さんに関しては、まあ、SP つけていいかもしれんけど、なんで小室家につけとんねん。思わん。まあちょっと小室系に対するミルキーブルーの気持ちもちょっと加味されてるかもしれんけど、やっぱね、いい加減 SP はね、税金でせん方がいいと思うが。それか減らすかよね。10人とかいる？まやけんね、この SP つける限りずーっと批判され続けるような気がするが。まあしかし小室圭も試験に落ちて、まあいろいろ大変かもしれんけども、まあ自分たちがね、でも結婚するという選択を選んだっちゃけんね、完全に計画がめちゃめちゃな状態で結婚するけんこんななるとよ。ちゃんと試験に合格して結婚すればこんな目に遭ってないやん。眞子さんだってめちゃめちゃね、今きついと思うよ。小室家が試験に落ちた、 SP もつかないかん、税金って言って文句言われる。誰のせいかっていうと、まあ太りのせいやけども、ちょっと小室家の方が責任あるんじゃないの。国民の税金1800万円1ヶ月よ。やっぱり税金払ってる国民からすれば、バリなんか胸クソというか納得いかんとこがあるよね。だからこそまあ批判されて仕方ないとミルキーブルーは思いまんもすね。とにかくいろんな風当たりきついと思うけど、小室夫妻頑張りなはれね。ではご視聴ありがとうございました。それでは。